はい、どうも皆さんこんにちはです。今回もねポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。はい、というわけでね、本日は3月の19日の日曜日ということでね、いよいよ明日期間限定イベントが終了してしまうということなんですよね。で、今回の期間限定イベントはもうめったに来ない神イベントということなので、ぜひね今回は皆さんに見逃さずにね参加してもらいたいというふうに思います。はい、ということで今回の神イベントこちらになります。最強ジュナイパーレイドですね。で、こちらね星7レイドなんですけども、めちゃくちゃ報酬がうまいと。で、さらにですねこの最強ジュナイパーは今回めちゃくちゃ倒しやすいというような個体になってますので、これぜひね報酬がうまいし倒しやすいというので、もうなかなか来ない神イベントだと思うので、忘れないようにね参加するようにしておいてください。で、ここにも書いてありますけども、3月の20日月曜日8時59分までということなので、もうね明日の朝に終わってしまうんですよね。なので、明日の朝やる人ほとんどいないと思うんで、今日中にもうめちゃくちゃ周回しまくっちゃってください。はい、なぜかというと経験飴 XL とか特製パッチとか、あとねテラピースなんかも、もう本当にめっちゃくちゃ手に入って、もうなかなかないようなね神イベントなので、すでにね倒してゲットしたよっていう方も今日のうちにねめちゃくちゃ周回しまくっちゃってくださいということですね。それぐらい神イベントです。一応ね今回終了しても、あと、次回予定ここに書いてあるんですけども、3月の24日の9時から3月の27日に、またね再度始まるということなので、これはね、心配しないでくださいということなんですけども、一応ねもうこんな機会なかなかないということなので、ぜひ今日のうちに周回しておくようにしてください。はい、というわけでね、せっかくなので今回はこの最強ジュナイパーレイドをソロで 100% 安定しながら周回しまくれる方法というのを紹介していきたいと思います。はい、というわけで、僕の動画ね見てくださってる方はほとんど知ってると思うんですけども、こちらですねハラバリーとミライドンになってます。で、このミライドンが一番安定してソロでワンパンもできるというような恐ろしい子になってるんですけども、持ってない方のために今回はハラバリーですね。これは誰でも手に入れることができますので、今回はハラバリーで 100% 安定して周回しまくれる方法というのを紹介していきたいと思いますので、皆さんもこれで周回しまくっちゃってください。もうアイテムね、報酬アイテムがめちゃくちゃうまいので今回。はい、じゃあ一応ハラバリーの持ち物メトロノームですね。これはもう安定のメトロノームで、こんな感じに、技構成とステータスこんな感じになってるんですけども、まず技構成はパラボラチャージですね。パラボラチャージ一択、これだけでいいです。で、努力値は HP と特攻に振って、残りは防御ですね。で、あとは控えめミントを上げてくださいと。で、特性は電気に変える、これも変わらないですね。普通の星6レイド用のハラバリーということで、一応ねこれちょっとワンパン用のミライドンも紹介しておきますと、命の玉を持たせて、で、これ金属音ですね。金属音3回した後に充電を1回して、最後稲妻ドライブでワンパンができますと。結構楽ですねこの方法は。で、HP と特攻にそれぞれ努力値振ってますよといった感じで、もちろん、控えめミントですね。で、一応ですねこれ命の弾じゃなくてノドスプレーを使ってもワンパンできるというふうになってます。いずれにしても、4ターンが最短のワンパンかなといった感じですね。なんですけども、今回はこのハラバリーで 100% 安定した攻略法を教えていきますということで、じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。じゃあこんな感じで、最強ジュナイパーのね決勝を見つけたらすぐにね1人で挑戦していきます。はい、というわけで早速ねソロで始めてるわけですけども、こっからがね一番その 100% 安定するかっていうところの決めるところとなります。はい、で、何かと言いますと、今ね味方に威嚇持ちがいないかどうかを確認して、はい、今いないので瞬時にこう逃げます。はい、もう躊躇なく逃げるということがもう最短でね安定の 100% で勝ちまくる方法となります。はい、で、またね味方に威嚇持ちがいなかったのでもう一回一人で挑戦しますと、これをね繰り返すということになります。
さあ、再び入ってきましたか。はい、来ました、威嚇持ち。ケンタロスきましたね。はい、これで威嚇持ちがね、味方に1体でもいれば、もうその時点で勝ち確となります。なので、もうあとはパラボラチャージ、ずっと連打するだけ。もう、あとこれだけでいいです。皆さん、もうね、この程度の作業だったら、降参を繰り返して味方に1体ね威嚇持ちがいるまで、ずっと降参しまくるといったことの作業はねもう片手までできると思います。僕もねツイッター触りながらもやってたんですけども、それぐらい楽な作業です。で味方にねこんな感じでケンタロスとかあとムクホークみたいなね威嚇持ちがもう1体いたらもう超安定するので、もうあとはね、A ボタン連打です。はい、で今味方のねケンタロスが死んだんですけど もう死ぬたんびにねこの威嚇が発動して敵の最強ジュナイパーの攻撃力が下がっていくといった感じになります。はい、なので、これ通称ね威嚇ゾンビ戦法といった感じになるんですけど もうこれで全然安定します。でここでねテラスタルが使えるのってすぐにテラスタルに切り替えてもうあともね残りもどんどんパラボラチャージで連打していくだけです。もうあとはね皆さんこれ宿題しながらとかね仕事のある人は仕事しながらみたいなオフィスワークしながら A ボタン連打していくだけみたいなね感じです。レンコンがある人は連射コントローラーある人はもう完全放置でいけるといった感じですね。もう画面見ずにもう置いておくだけでいつの間にかクリアしていくという感じをあとはひたすら繰り返すだけです。はい、このままね僕今もう片手でしかね今操作してないんですけどももう残りの技は何にも使わないです。本当にいろいろねパラボラチャージ以外のリフレクターとかいろいろ入れてるんですけどもでももう全く関係ない。もうただひたすら怯えずにパラボラチャージを繰り出していくだけ。これ敵がねこんな感じで剣の舞をしてきてももう変わらずこのねパラボラチャージをしていきます。逆にですねこれアシッドボムとかね冷水とかね、やってるとちょっとね負けるリスクが高まるんでもう余計なことはせずにただひたすらねパラボラチャージするだけです。こんな感じでそこそこ敵の攻撃も強くなってるんですけどもいい感じにねこのケンタロスちゃんがね死にまくってくれるんですよね。でそのたんびに敵の攻撃力が下がるというもう超お得な状況しか生み出されないんでもう全然大丈夫です。はい、これもね食らうは食らうんですけどももう致命傷にはならないんで全然大丈夫です。多分ねさっきからケンタロス2回ぐらい行ってるんでそのあれですね、相手がシールドを張って剣の前にしてからもうすでに2回ぐらい行ってるんでもうあれですね敵の攻撃力は2段階ぐらいもう下がってると。すでに2段階下がってる。はい、威嚇入りましたね。これで2段階下がったのかな。 2から3段階ぐらいしかも今ワンパンで倒されたんでケンタロスがねこれでもう3段階ぐらい下がってるのはもう確定ですね。でこれがですねさらにこのケンタロスとムクホーク両方いる時があるんでもうその時はもう敵の攻撃力が4段階ぐらいねこのシールド張ってから下がるといったような状況が余裕で作れるのでもう楽勝ですね。でこの最強ジュナイパーの難点としては2回行動してくるんですよ。でこのリーフブレード、はい、これ急所に当たってるんですけども全然死なないです。もう2回連続でリーフブレードされたとしても全然問題ない。はい、こんな感じで余裕でこっちはね全回復しながらもこのゾンビの威嚇ケンタロスに攻撃力を下げてもらうという感じですね。相手の最強ジュナイパーの攻撃力をね。はい、でもねシールドが割られましたと。でもあとは無慈悲にパラボラチャージをどんどん繰り出していくだけといった感じですね。で最強ジュナイパーの攻撃力もだんだん下がってきたのでもうこっちの味方のねケンタロスもなかなか死なないという状況になるんですよ。でこれがもうまさしく理想の形でもうこうなるとねたとえどんだけ2回行動してきて もうこっちは絶対死なないようになっちゃうんですよね。はい、ブレイブバードもうこんなもん怖くないですよね。もう通常ならねかなり威力高いんですが、はい、見てください、もうこんだけしか食らわない。
58かしかね食らわないようになってるので、もうあとは、はい、これラストですね、これポーン、はい、終わりと言った感じで、もう楽々にね倒せます。もう本当にさっきも言いましたけど片手までねできるんで、もうコントローラーこの左手の親指置きながらどんどん連打していくだけで終わるといった感じになります。こんな感じの作業で、はい、特製カプセルとかが楽々に手に入ると、で経験飴 L とかもめっちゃ手に入るというので、でさらにまあミントとか、あとタウリンとかリゾチウムとかね、こういったもうかなり高級アイテムもうかなり手に入ると、でテラピースとかもねなかなか普段手に入らないんですけども、まあ、最低でもこれ1回クリアするごとに30個とかねもらえるんで、もうこれは参加しない手はないでしょうと言った感じですね。はい、なので皆さんぜひこの方法で周回してみてください。はい、というわけで今回はですね、このハラバリーを使ってこの神イベントですね、今回の最強ジュナイパーレイドをソロで 100% 安定しながら勝つという方法を紹介してきたわけですけども、まあ先ほどねご覧になった通り、もう本当にねちょっと工夫するだけで 100% 安定するようになって、でしかもまあミライドン持ってない方からしたらね、今回のレイドちょっとおもんないなみたいに感じてた方もいるかもしれないんですけども、安心してください、もうハラバリーでね全然 100% ソロで安定できるので誰でもできますということですね。まあ今回のコツとしましては、味方に威嚇持ちが出現するまでひたすら降参し続けると、でまたもう一回入ってを繰り返したら、いずれねこのケンタロスとかムクホークとかの、あとウィンディとかも確か威嚇持ちだったんで、それがね、味方に出たらもう勝ち確ですよ。もうそっから片手までね、ずっと作業できるのでかなり楽だというふうに思います。なのでぜひね皆さん試してみてください。で、明日ね、この神イベント、もうめったに来ないような神イベントなんでね、最強リザードンとかもと比べてももうかなり楽だというふうに思うので、もう忘れずにね今日のうちに周回しておいてくださいということですね。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ぜひ皆さん、ポケモン楽しんでください。ではね、今回の動画が良ければ高評価と、良ければチャンネル登録もよろしくお願いしますというわけで、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made by myself.